船が打ち上げられているような様子も見受けられます。能登半島の先端部分にあたる石川県珠洲市の能登地区の上空です。現在も珠洲市と輪島市で孤立している集落が多く残されていて、少なくとも690人が孤立しています。なおこの能登地区については現在も孤立している人数が把握できておらず、この690人には含まれていません。またこの能登地区では観光客が取り残されている可能性もあり、県が実態の把握を急いでいます。こうした人数が把握されていない集落は他にもあり、実際にはさらに多くの方が助けを待っているとみられます。
こちらの地区では道路がひび割れたりですね、港の船が津波による影響でしょうか、打ち上げられたりですね、そういった被害が広範囲にわたって確認できます。県道沿いの道の駅で避難をしている方でしょうか、そういった姿が確認できます。最初の大きな揺れの発生から間もなく72時間が経とうとしています。一刻も早い救助というのが求められています。
ただ上空からは住民の方でしょうか、先ほどから車や徒歩で移動している姿というのが確認できます。この集落全体が野呂市地区では孤立している関係で、最初の大きな揺れからまもなく72時間が経とうとしていますが、正確な情報がまだ上がってこない、そんな状態が続いています。前回倒壊を免れたような家屋のですね、屋根にもブルーシートがかけられるなどして、また地震後の、ま、対策というのが行われています。
道路が陥没して、乗用車でしょうか、その陥没した道路に落ちてしまっています。駐車されている車はあるんですけれども、その前に陥没した道路に車が、乗用車が落ちるような形となっています。こちらは能登空港です。滑走路に大きなひび割れができてしまっています。そのひび割れのそばには職員の方でしょうか、この確認作業を今行っているものとみられます。こちら能登空港の滑走路にはこのように大きなひび割れが所々に今できてしまっています。
輪島市の中心市街地から北東へおよそ20キロ離れた町の町上空です。こちらではこの辺りの海岸から自衛隊が上陸しまして、現在街中をこの自衛隊車両が走っています。何らかの支援救助活動がこの地域でも始まったものとみられます。今この付近の海岸から上陸した自衛隊車両が街中をゆっくりと走っています。道路が寸断された関係でこの辺りは救助活動というのがなかなか進んでいなかったんですが、今日午前自衛隊が海岸から上陸をして、今このように付近の捜索活動ですとか状況を確認をしているようです。この地域でも何らかのこの救助支援活動というのが始まったように見受けられます。今大きく傾いた住居の様子を、住宅の様子を自衛隊員が中を確認しています。 5,6 人ほどでしょうか、自衛隊がこの被害を受けた住宅の中を今慎重に確認している様子が上空から伺えます。
こちらでは海岸から続々と自衛隊の車両が上陸しています。各地のこの道路の復旧、そして救助作業に向け、今自衛隊が続々と車両を導入し、その準備を進めているところです。
道路が陥没し、家屋も倒壊してしまっています。こちらでは住宅が大きく崩れ、道路にまでせり出してしまっています。今その住宅を避けながら乗用車が走っていきました。
現在倒壊した家屋の前でこの重機が入り捜索活動、救助活動でしょうか、行っています。一般の方の重機でしょうか、この倒壊した家屋の前で重機が入り何らかの作業を行っている模様です。
道路に沿うような形で長く大きなひび割れが走っています。この山あいの区間、かなり広範囲にわたってこの道路に亀裂が走ったり、また土砂崩れが起き道路が崩落したりする被害が起きています。道路の下の地面が土砂崩れを起こし、こちらの道路も崩落しています。何らかの点検を今行っているかと思われます。
こちらでは現在、能登里山街道の復旧作業が行われています。最初の大きな揺れからまもなく丸3日が経とうとしています。そんな中、懸命な復旧作業というのがこちらでも繰り広げられています。